人権、しんなりたブライアンがヤバすぎる件に対するみんなの反応。ものすごく、初めて見る表記だ。阪神レース場のボルテージが最高に上がってきそう。怪物がヤバげな表記してる。もし確定最速加速なら捨て補正以外欠点ないぞ。金回復ないのすら抜かりなしでカバーできてる。長距離最強キャラじゃん。長距離強いかもしれないけどどうせ3ヶ月以上出番ないだろうし。長距離条件が邪魔すぎる。クラシックと春秋三冠馬は弱く実装し続けてきた馬娘運営がついに。このゲームダービー馬が弱いよね。回していいのか？マヤも長距離レース向きにしてほしい。ひらめきランディング使えるのマイルワンチャン枠だぞ。シナリオ的には春天用意しよう。阪神大賞典でマヤに勝ってこれもらって春天でこれ来てローレルに負ける流れ。ここはスルーして CBEC を貯めつつ2月の優勝交換チケでブライアンを取る。捨て補正も長距離向きと考えたらいいよね。これ発動遅すぎるやつだろ。速度だからゴール前でもない限りは遅すぎることはない。三冠馬とか化け物してた馬は意図的に強くしても正直あんまり文句ないからアッパー調整の運ゲー気味にしてほしいぐらいだ。怪物の条件ゴルシで無視できないかな。発動タイミングが重要なんであってゴルシするならプラン X とかと変わらないんじゃねえの。チャンミヨウとしては出番が年1、2回あるかどうかだけどチムレヨウとして考えればありなのかな。ただ最終コーナー後半に先段だとサシは発動するのかな？長距離だとギリ出る？長距離の最終コーナーってスパート開始から結構遠いよなぁ。むしろ遠くないとダメだぞ。終盤開始からもゴールからも距離あるから終盤速度スキルとしてはとてもいい位置だよ。長距離もダートみたいに限定的になってきたせいかインチキスキル増えてきたないいことだ。怪物がサポカにつくようになったら誰でもお手軽に怪物になれるな。このゲーム怪物級しかキャラいなくない？継承用に引いとくかなぁ。継承すると普通の固有と同じになりますって書いてあるからちゃんと読んでね。ゴルシの時も確かお知らせあったし強そうな固有来た時はお知らせ見た方が良さそうね。いやなんでゲーム内に記載ないんだよ。継承で追加要素なくなるパターン普通に今まであったし。差しと先行どっちで育成すればいいか悩む。怪物と固有に隠れがちだけどもうつい標準装備してるのも割と強いな。無料ガチャあるだろうし実質配布みたいなキャラでこんな強いの出していいの？怪物 1.2 秒だし先行の厳しさ考えたらこの固有あってようやく土俵に立てる感はある。金スキルどころか抜かりなしも含めて二次金銀すべてのスキルの噛み合いがすごい。強いっちゃ強いけどサジタリウス杯の前に出て欲しかったなーって感じのブライアンちゃん。春天まであと3ヶ月もあるじゃん。育成イベで影打ちももらえるし強すぎだろ。長距離育成はしんどいから刺さるキャラ引いときたいってのはある。このブライアンサジタリウス杯で使ってみたかったな。継承しても強くない固有という特別仕様なのは驚いた。阪神芝3000で使ったら95年の阪神大賞典みたいな走りをしそう。春馬丸もあるからブライアンは阪神大賞典の時がイメージなのかな。ものすごくって響きだけでワクワクしちゃう。ものすごく、ものすごいです。成田ブライアンの呼び名何がいい？長いけど紫なりぶ紫式部にかけてみた。ブレイズブライアンブレブラ代わりと使われてる感じやな。ブレイズの方が通りいい感じはする。ブレイズのブライアンだからブレブ。ブレイアン。古戦場終わってから環境変えるリミキャラ出してた頃の前世紀のグラブルと同じ流れだな。本領発揮の金か、現状の逃げ環境では発動させるの厳しいし大逃げがいたら垂れなければほぼ確実に発動せんな。今回はアンスキー有効な有馬だから逃げ環境になったんよ、多分。か春天で逃げ減ったとして金加速とものすごく固有出せる先行はだいぶやばいと思う。もう後戻りはできんぞ、巻き方を忘れちまったからな。ブライアンちゃんはそんなこと言わない。固有ものすごく俗ですか、さすが怪物ですね。ナリブは遅れてきた長距離先行、サポカゼファーは根性環境来たら強そうだね。先頭から4馬身で先行限定って運ゲーすぎない？
ちゃんみ予選で半分以上は発動できていたし運ゲーとは言えない。ナリブの新衣装、暗闇だと光って目立つから出るときすぐわかった。サンターネキとは別の方向で主張がすごいよな。ゲートの時点でブルボン以上に光ってるキャラ初めてかもしれん。わかりやすすぎて銀から金に昇格するときに思わず来たーって言ってしまった。このブライアンは阪神大昇天より春天をイメージしたに違いない。両思いだねブライアンちゃん。ナリブ長距離仕様の自前金回復なしはどうだろうな。長距離だとサポか余裕ないから強い速度スキル自前で持っててクリーク他入れる方がやりやすい気もする。北さん、タキオン、クリーク、ファイン、検定王、ハローみたいな編成でかなりいい感じに育成できそう。新ナリブはガロー MOW のロックやな、限界まで、飛ばすぜ。固有のモーションは火炎に見えた。地味にもうつい自前持ちやばいな。持続時間の長い強化版上がってきただから追い抜き前提発動するおかげで絶対に腐らない。根性20あるのはマヤのトップガンとの阪神大昇天の追い比べで勝ったからか。長距離ちゃんみ終わった後に長距離ナリブ持ってくるんかい。本領発揮無理だと思ってるやつさては有馬用の先行一回も走らせなかったな。チョコボンが花だと無理だけど他の逃げだと案外条件圏内に行けるね。発動すれば逃げには確実に勝てるけど、前が弱いイコール稲荷に刺される可能性も上がる。長距離先行が弱い理由は加速ないことなんだし、普通もいけそうな性能には見えるなぁ。ゼファーのイラストええなぁ。ゼファーの脇、大変素晴らしい。サポカはよくグッズ化されるからこれもグッズになるの楽しみだ。久しぶりに見た気がする根性 SSR。風雲の志のレース進捗60-66%かつ先頭から2馬身5メートル差とかいう条件はなんとかならんのですかね。スカレン固有あたりと重なったらすごい勢いで飛んでいきそうだが現環境だとちょっと根性カードは重い。条件きつすぎだよね、全然発動しない。というか先行でこれ発動するならなくても勝てそうな展開だよね。130ぐらいでオペラ王ちゃんが止めに来たので一旦転身する。結局のところ長距離先行に有効加速が充実するかが勝負。というか現状の有効加速しかレース結果に関与してない環境がよろしくない。ほんそれ、なんなら馬娘さんになるくらいのレベルでレース仕様変えてほしい。ブライアンそれ一週間前に実装してよー。ずっと欲しかったブライアンやっと引けたけど春天の霊が足りねー。かっこいいんだけど、固有最後の顔のアップで可愛い、ってなった。かわいいよね。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。